グルスパラジセやハゴロモズルは、ツルモクツルかツル属に分類される鳥類。スワジランド、ナミビアの一部、南アフリカ共和国全長100センチメートル。頭部や頸部が羽毛で覆われ、皮膚が脱出しない。前首から胸部にかけての羽毛は伸長する。全身の羽衣は、丹青灰色。頭頂や目先の羽衣は白や、開白色。三列風切りが伸長し、地面に達する。 自列風切りや三列風切りの先端は黒い。交際は褐色。くちばしはピンクがかった黄色。甲子は黒い。気管は鎖骨の間を曲がりくねる。高原にある水場周辺の乾燥した草原に生息する。夜間は水場で休む。食性は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、甲殻類、魚類、小型爬虫類、種子などを食べる。 繁殖形態は乱生。乾燥した地表に直接、もしくは石や草を敷いた巣に、南アフリカ共和国の個体群は10から12月に1回に1から3個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は30から33日。農作物を食害する害鳥とみなされることもある。開発による生息地の破壊、害鳥としての駆除などにより、 生息数は激減している。1993年における生息数は2万1は未満と推定されている。ありがとうございます。